7月31日日曜日、武田塾札幌校夏の勉強法イベント第2弾開催決定。詳細は概要欄をご覧ください。武田塾、森田です。河野です。今回この慶応コンビでやっていきたい企画、森田先生が大学で面白かった講義参戦。おお、なるほど、はい、大学で面白かった講義、いっぱいあるとは思うんですけど、今回3つに絞って皆さんに紹介してもらえればと思います。なるほど。慶応志望の子だけじゃなくて、やっぱ大学に入ったらどんなことを学べるのか、ぜひね、参考にしてもらえればと思います。ただ、普通の言っても面白くないと思うので、ちょっと面白めのやつを言っちゃおうかなと。なんか特殊なの来ちゃいますね。じゃあ1つ目からお願いしてもよろしいですか。お願いします。1個目はですね、宗教学です。おー、これまあ普通の宗教学もあるんですけど、国際センターの設置する宗教学っていうのがあってですね、まあ、一応誰でも取れるんですけど、全て英語ですので、英語ができないとダメなんですけど、実際にその宗教の場所に行くっていう授業です。お寺、教会、ワークショップに行ったりするんですよ。すごいですね、なんか多分1回講義、次行く、講義に行くみたいな感じの、確かそういうやつだったと思うんですけど、今確認したらなかったですね、もうね。もうなくなっちゃったんですね。今はないということなんですが、高校生からしたらなかなか想像もできないような講義が実は用意されてたりするんですよね。しかもそれがその英語のね、ちょっとあの制限がついちゃってたりするので、ぜひね、英語力とかね、この受験の時にしっかりと磨き上げて、大学でね、学びたい知識っていうのを積極的にこう取りに行けるように頑張ってほしいですね。おー、まとめますね。さて、いつからそんな腕つけたんですか。やめてくださいよ。ということで、そろそろ2つ目お願いします。はい、わかりました。もう1個ですね、僕が受けてすごいなと思ったのはですね、日本語教授法。ですね、面白かったですね。本当に日本語をどうやって教えるかっていうのを学ぶところでしたね。本当にいろんな留学生たちと一緒に受けました。すごい面白かったですよ。なるほど。じゃあ森田先生は英語を教えるだけじゃなくて日本語も教えられると。資格は取ってます。あ、そうなんですね。日本語教育能力検定試験っていう、めちゃくちゃ難しい試験が。めちゃくちゃ難しいですね。めちゃくちゃ難しい試験があります。それは在学中に。僕は東大行ってからです。そうなんですね、やっぱ大学でそういう学びの経験を生かして大学院で資格を取られた。そうですね、これ面白いなと思いましたね。そうなんです。では3つ目お願いします。3つ目なんですけど、これ留学中にですね、取ったすごい面白いなと思ったやつがですね、アブノーマルサイコロジーっていうのがあってですね。おー、何ですかそれは。アブノーマルなので、普通じゃないんですね。その異常者の心理っていうのを毎回の授業で、こういう、潔癖症だったりとか、人の耳を噛まないと生きていけない人とか、そんな人いるんですね、どうしても叫んでしまうとか、なるほど、そういった人たちを毎週毎週研究するというか、こういう人がいて、それは一体どういう脳の働きとか、どういうものなのかっていうのを学ぶ授業がありましたね。なるほど。これはなんというかちょっと深いとしか言えないですけど、これでも海外ではやるのが当たり前なんですよ。そうなんですね。サイコロジー勉強するんだったらこれ通る人は普通にたくさんいるんですけど、面白いですよ。ちなみに森田先生、なんかそのアブノーマルなご自身の部分とかあったりされる？何の話？他慶応だったらね、やっぱ体育とか面白かったですけどね。体育ですか？集中講義受けてました？いや、受けてないですね。僕その集中講義でゴルフやりましたよ。あ、そうなんですか？もう1週間まとめてゴルフだけっていうのとか、なんか確かにやってる方とかいましたね。他にもね、学芸大の人の話とか聞いたら、なんすか、ボーリングがあったって。集中講義ボーリング、何するんですかボーリングで。ボーリングでなんかいろいろ一応習うらしいんですけど、最後の試験で120本だったか100本だったかを倒したら単位が来る。本当ですか？倒さなかったら単位なし。いや、プレッシャーが強いですね。それで単位落としちゃうのなんか嫌ですね。そうなんですよ。だからその例えばその5日間だったとして、5日間すげえ練習したのに最後めっちゃ緊張して投げられなかったら、それ連発しちゃったみたいな。それ単位来ないっていう。それはやばいですね。でもそれも何かしらのこの意図があってなんですかね。そうなんですかね。もうないみたいですけどね。なるほど。本当にね、大学って自分の思いがけないような学問に出会ったりとかして知識を広げることができる場所なので。ぜひね、ワクワクしながら受験勉強を頑張って大学に入ったらいろんなことを学んでもらえるといいんじゃないかなと思います。今回は以上です。高田先生、はい、あの夏だけ武田が今年も始まるみたいですよ。あの勉強習慣がめちゃくちゃ身について勉強法もまるっと変わる、あの夏だけ武田ですね。そうなんです。今は入会金無料で武田塾に1ヶ月勉強してもらいます。君も勉強時間爆増間違いなし。詳しくは概要欄から。